あ、なんかフォロワー多いアカウント売れるんですよね。うん、ねえ、なんか、そのいろんなその SNS でね。誰が買うんでしょうね。やっぱ数字か。まあ、数字は大事なのかな、そういう意味では。その人がなんでフォロワー多いかとかあんま確認しないもんな。やっぱ数字で見ちゃう、うん、とこあるのかもしれないですね。まあまあ、確かにでも、フォロワーは、まあ欲しいかどうかってめっちゃ欲しいからね。まああるに越したことない、ね。欲しいからな、それはね、うんうん。ゆっくり実況とかアカウント売ってくれってお誘いが多いらしいって。へえ。いやでもそれ聞いたことあるなんか。いやでもこれもね、それって多分ゆっくりだったら、うんうんうん、真似できるって思って言ってるってことでしょ、企業が。わかんないけど。うん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 。そういうことですよね。多分声も出てないから、なんかその、うん、買収しちゃえばうまくやれるかもみたいな。こんな簡単なもんじゃないと思いますけどね、ゆっくり実況。まあね、まあね。僕は売らないですよ。まあまあ、王相談かな。いや、え、売る可能性あるんですか？いや、ないです。今はないです。じゃあそのチャンネルいくらだったら売りますか？リアルな数字で。本当に言ってくださいと、うん、はい、その今までの歴史の詰まった思い出の詰まったチャンネル、はい、本当に言ってください、いくらだったら売ります、個人チャンネル。ああ1億なんかよくリアルですね、ボンさん。なんかよくリアルですね。割とリアルな。これは。割とリアルな感じ。1億で言ってまた再スタート切るんですか？いや、どう、再スタート、そこでね、再スタート、そうだね。1億って、大金ですよ。安くないって言ってる。いや、だから、もう YouTube ともう引退するっていう意味で。あ、もう、その、その時は、売る時はね。そうだから、まあそういう意味ではそうかな。そうか。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。